週末に石川そして富山を訪問しました。まあ、直接的には金沢で自治労の全国大会が開催された、まあ、それに出席をするためということでしたが、まあ、両県の県連の関係者の皆さんやあるいは連合の皆さんと意見交換もさせていただきました。まあ、我が党の候補者も石川の衆議院議員の候補者1区の田中さん、3区の近藤さん、そして各県連の役員の皆さん、非常に頑張っていただいているなということを改めて感じました。まあ、そういう中で、まあ、私の希望もあり、富山で黒部市の YKK の黒部事業所を視察をいたしました。まあ、YKK は世界的な展開をしている、まあ、まさしく国際企業、しかも早い段階で国際展開をファスナーとか始めたわけですけれども、まあ、実は私40年前に通産省に入省して初任者研修を受けた時に YKK の創業者である今も亡くなってしまわれました吉田、当時の吉田会長にお話を聞いて、まあ、大変強い印象を受けた記憶があります。当時はまだ車やあるいは家電も含めて国際的な展開を本気でやっている会社は非常に少なかった。そういう中で、YKK という企業がもちろんファスナーで圧倒的なシェアを持っているものの、それほど大きくない企業が世界に展開しているということに、まあ、驚いたわけです。その YKK が、まあ、第二の発祥地といわれる黒部市に東京から人を移して本部機能の一部を移転させるということに取り組んでおられます。まあ、そのお話なども聞かせていただきました。隣の石川県では小松がやはり小松市に本社機能の一部を移すということを宣言されも実行に移しておられます。こういった地方にもう一度本社機能を、もともとはそういった地方に本社があったわけですが、どっかの時点で東京に出てこられたわけですが、一部であっても地方に本社機能を戻すあるいは移すということが、私は全体がバランスの取れた日本を発展させるために非常にいいことじゃないかというふうに思います。アメリカに行けば、大企業で、地方に本社本部機能があるというのはごく普通のことであります。まあ、地方に移ればもちろん足らないインフラなどもあります。例えば学校とか住居とか、まあ、そういうものを整備しつつ地方で生活をすれば、まあ、地方の良さ豊かさというのも分かってくると思います。ちょっと行けば自然もたくさんあり、あるいはゴルフ場や、まあ、いろいろなスポーツ施設も充実している、買い物も便利、まあ、そういったそして人のつながりがある、そういう地方の良さを再認識されるということもあるんじゃないでしょうか。ぜひ多くの企業にそういった本部機能の地方移転ということを真剣に考えてもらいたいものだというふうに思います。今日は以上です。